湯崎知事が会見でゴーールデンウィーク後の感感染急拡大に警戒感を示しましまた湯崎知事は会見でゴールデンウィーク期間中東京と大阪から県内を訪れた人数に言及しました多い日で一日2万人以上期間を通して去年の2倍以上であることを受け感染拡大に警戒感を示しました県内では2日連続で1000人を超え